はい。え、それでは、え、事後調査始めます。え、ちょっと先にね、ちょっとお断り入れておきますけど、え、すいません。え、ちょっと今まで忙しかった。え、まだまともに見れてません。え、登録場、え、あるいは、え、暗状ですね。まともに見れてませんので、今から、えっと、リアルにちょっと印つけていこうと思います。あらかじめご了承ください。ちょっと時間かかりますけど。はい。ま、ただね。 ちょろっと見ました。えー、昼間、夕方かなちょろっと見ましたよ。えー、見ました、見ました。えー、びっくりしましたね。これ、あ、夕方ですね。どうしたんや、ゆたかさんゆたかすいません、落馬不詳ですって、調教中にやられましたか。ということで、スマートレイヤーが、川田さんですか。まあ、そこまで、まあ、ゆたかさんの年しかったってね、気持ち皆さんあると思うんですけど、 まあ、川田さんなら、京都ならまだ、ちょっと今年ね、今までよりちょっと調子悪いですけど、まあまあ、まだ、ラキシスでも買ってますし、まあまあ、まだ、まだ見かけ連機種でしょうってことで。はい。よろしくお願いします。はい。ここまで見ました。で、えどっから順番的に、えっと、どうでしょう。京都から、なるんかなんなことないか。東京からか。東京武蔵野からですかね。 そうですね。そらそうか。30分スタートってことで、こちらから行きましょう、はい。土曜日、武蔵野ステークスですね。はい。えー、印順に並べましょうか。サンライズの馬確か本命って言っててね。確か3歳のユニコーンステークスのカチ馬マ。うん、の重視ってことで。で、その後も、えー、能力を取られてなくて、えー、全速リン CC ですか。えー、オープン1着。はい。こっから上がり最速。はい。えー、ここのカチ馬マも、えー、そんな、 悪くない成績だったね。で。まあまあ、ええかなーと思って本命、ええー、超維持ですね。あれ、安城戸崎さんですね。追ってますね。あれ、おとさきさんで本命で私よろしいんでしょうか。うん。いいんですかね、これ。あれあれあれあ。戸崎さんかぁ。ケイティかここで。あ、そうか。ケイティさんやったかここ。あまあええかんまあ、しゃあないなぁ。んー、重症で本命かちょっと。 と怖いなでも、他折れへんねやろ折るなぁ。折るなぁ。折れへん言うて折るなこれ。で、むっちゃん、ムーアさん、趣味ってる、るめっちゃん。おー、まあまあ、おるけど、まあ、えいでしょう。はい。ここはその23歳馬のユニコーンステークス勝ち馬選びましょうか。うん、はい。今のところ変わりないです。本命で行きましょう、今のところ。ろちょっとまた、本チャンで変わるかもしれないですから、かじめご了承ください。はい。で、えー、対抗どうでしょう。えー、カホジテイクにしますか。うん。 まあ、福永さん、えー、カウジテイク一番人気なるかなえー、どうでしょう断然の一番人気には多分ならんと思うんで。うん、それ考えると、まあまあ、ベストでしょう。東京16、えー、フェブラリー3着。やっぱこの時に暗示を積むってたんで、それ考えると今回福永さん。うん。えー、まあ、一番人気、 の、福永さん怖いよって言ってたけど、まあまあ一応 G3 やし、一番人気出たところで、まあ能力高いし、後方候補一辺との競馬やと思うんですけど。うん、まあこのままね、ちょっとある程度前貸してもってことなんで、やっぱ素足勝負ってことになると思うんで。 ただ、そうなった時に、つむすらさんよりは、一度りはマシかなと思って、まあ、ネギシステックスもね、遠いと思ったけど、さしてきたんで、うん、ある程度やっぱ、つむってる方よりは、やっぱ、射程圏捉える位置には確かに追ってくれるかなって競馬しよるんで、一応、候補一機は間違いないと思いますけど、福永さんなんでね。はい。まあまあ、いいでしょう。うん。えー、3番手、えー、そのままサンライズサーを入れとこかな、今んとこ。 はい。んで、特注部ラストダンサーどうしましょう東京雨降るんですかごめんなさい。天気分からないですけど。ちょっと気持ち印を上げましょうか。あー、また特殊部にしときましょうか。これ雨降ったらチャンス。両場をでも見限りね。ってことで。一応これ、えー、事前調査で紹介してるんで、そちらをご覧ください。ここでちょっと割愛させてもらいます。はい。 で、あと誰かいますかね今4頭ですけど、ちょっと寂しいかなまた本ちゃんでやりますか枠順もあるし。どうでしょうゴールデンバローズは前言った通り、えー、堀さんムーアさんやけどね、この舞台ムーアさんあかんちゅうことと。はい、ゴールデンバローズ自体も旬すぎとると思うんで、いくら条件戦ね、休み明け買って買ってというでも、いくらなんでも条件戦レベルやし。うん。あえて突き放してるけど、ちょっとこれで重傷を持ってきても、ちょっと うーんちょっともうワンパンチ足りひんなと思って。ちょっと前奏の負けはちょっと範囲わからないですけど。もう休み明けの方がいい感じはするんですけどね。リフレッシュした時の堀さんも池江さんもそうですけど怖いんで。うん。ちょっとまだ張ってないですね。ムーアさんで人気出ますしね。また過剰人気でしょうね。うん、ちょっと怖いですね。はい。今のところ暫定無印にしておきましょう。はい。あとどうでしょうか誰かいますのんこの目デムちゃんらしいね。 うん、クリスチャンの方ね。うん、クリスチャンデムちゃんね。うん、もうでも、何個の目こそもう旬すぎてるんで買いません。はい。あとは、ピオネロね。ちょっと距離短いかなぁ。1006か。で、暗情が染みってるんでしょちゃうね。これあかんね。あとは、どうでしょうえー、モーニングノリさん。モーニングも旬すぎてるんで、もういいですわ。あとは、ロアジャルダン足抜きよかったらって話でしょベストーリャーぐらいか。ルメちゃんか、ここで。 ここでルメちゃんから遠崎さんの出リカわった理由なんですかごめんなさい。ちょっと安城の入れ替わりわからないですけど、どうでしょう。うーん、でも16はちょっとやっぱ厳しいよね。うーん、やっぱりどうしてもネギシステークスぐらいがベストの距離なんで、どうでしょうか一応腐っても来るかちょっと距離長いと思うけど、しかもこんな条件、条件戦じゃんわ。うーん、こんな G3 でわざ,わざわざ58キロを背負って、えー、本気出すと思ってないんで、多分次が目標だと思うんで。 まあ一応入れとくか。いやでも来るってパターンあるかもんね。一応4番手ぐらいしときましょうか。はい。あとちょっと気になったかも。まあ、名称だけちょっと気になったんですよね。ただこれもやっぱ、まあ、両方でオープンで買ってるんですけど、一応入れときましょうか。ちょっと怖いな。安状が相談役か。うーん、ちょっと怖いね。はい。ブラゾントイリスももう一個気になってんけど、これ大丈夫かな。これは関係ない。すいません。 えー、あ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 ー、1004ベストですかちょっと関係ないかやめとこうか。安城内パックさんからちょっと気になったんやけど。やめときましょうか。はい。ちょっと見ときましょうか。もう一回気になりました。すいません。もう一回見させてください。専用がベストですかお聞きします。あー、まあ、専用が東京生で勝かってるけど、なんか強いね。なんかベストマッチョか1.7倍かあ。あー、これ高級やったからか。なるほど。 もともと東京戦力はこの線かってのはやっぱ気になるなと思ったらそういうことか。なるほど、了解です。で、最近が、えー、オープン買って、地方買った後 G15 着はまあ A として、うーん、6着か。まあちょっとここら辺、間隔短かったのもあるし、この馬がもしこの何半年明けで、頑張れるかっちゅうと、 んー、なんかちょっと休み明けポカしうなイメージあるね。ちょっとやめとくか。東京強そうですけどね。うん。今んとこ無印。ちょっと、他印足らんかったらあげましょうか。あー、あとあれはもうね、どうせ、また買い方で紐候補で星マークいっぱいつけるしね。はい。そうか。とりあえずこんなもんにしとくか。すいません。武蔵野ステークスはザクッとこんなもんです。また本チャンで紹介します。はい。次、えー、どうしましょうか。デイリーインサイか次ってか。 えー、でリ歳ね。はい。えー、ここジャンダルムん、ジャンダルム。んジャンダルムあれ豊かさん。ん豊かさんの連像あれ豊かさん。え。ちゃーち <laughs> ゃー嘘やろほんまにうわ、早速使えなあん、これ。え。すいません。ゼニット かここでゼニッタか、ほんまか。冗談の聞く、これ。すいません。いきなり私、ゼニッタか使うと思ってなかったです。えーね、えー、昨日の放送でね、暗示を紹介してたんですけど。まっ先にこれが出てくるか、この言葉が。うわー、つむったかとか言った後に、まさかのゼニッタかも出てきた、これ。うわー、すいません。え、どうしよう。本命、ええ、んか、これで。ええ、んか池江さんが選んだんか、あずみさんか。これ大丈夫か、これ。豊かさんおらんかられま、誰も紹介して残った。 がゼニーさん大丈夫これいけるんかどうしようそれやったらフロンティア本命するモブナンに期待の保にしようかしゃあないなこれジャンダルも勝ちきるかえまあ、G1 は豊タさん帰ってくるとしてここカタンかんもんね本気出さなあかんで池ケさん大丈夫これゼニーさん呼んで大丈夫これそらゼニーさんは喜んでるさゼニーゼニー言うてるそら出られへんとこでいきない出てきてねありがとうございますゼニーゼニー言うてるこれゼニーゼニー言うてるこれ どうしましょうまあ、そんな悩むとこちゃうんですけど。うーんと、ケアイノーティックカードさんか。うーん、メガリュージョンがデムちゃんか。うん、どうしよう。あ、すいません、脱線しました。さっきこっちですね。脱線しました。ごめんなさい。ジャンダルもやめとくか。フロントにしましょうか。無難に。無難やね。中内田さん、期待しましょう。もう一回重傷うん。しゃーない。下手しい勢いこれ。豊うさんやろしゃーない。はい、屋根で決まってたんですけどね。ここね、豊田さん。 岩田さん、松山さんでね、最近この屋根が強いよってたんですけど、すいません、糸屋根不足ですんで。まあ、腐っても対抗にしておきましょうか。いや、もう一個下げるか。<laughs> もう、すいません、もう分からないです。下げましょう。でも、池江さんとかやから、そこまで悪いチョイスじゃないと思ってるんやけどね、やっぱ万が一の熱いうんさえ、ね、もね、来たら楽。 キーぐらいでおもとこかちょっとな。穴馬ぐらいにしとっか。太鼓も言い過ぎな気すんな。すいません。安定さんだけでこんだけ評価下がるんやって実感しました。ありがとうございました。K.I. ノーティックとかをちょっと上げたい気もしてきたな。えー、前走コンマさん上がり使えてるしな。ディープでいくかうん。福永さん乗り換えるかやめとくかもったけど。 5ヶ月半、わさけてここか。どうでしょう怪我とかない限り、明らかにもう夏休みして、明らかにここ狙ってきてる状況を期待してるんですけど。あー、平田さんとこか。ちょっと微妙にね。平田さんことことあれかゴールドドリーム買って以来かもしかして。あー、そうですね。ありがとうございます。やっぱそうですか。そこしか買ってないよね。見たことないもんね、あんまり。うん、やっぱ重所どうしてもね、やっぱ決めてね、調教師も含めてやっぱ決めてですよね。ネットやっぱここね。 重視になってくるとやっぱ不思議なことに、不思議なことでもないんでしょうけど。やっぱ絡んでくるんで4番手てぐらい。ちょっとあんまここ逃走増やしたくないんやけど。はい。一応言ってきましょうメガリュー。ちょっとごめんなさいね。逃走増やしますけど、多分本茶減らしますわ。一応候補ね。はい。えー、ロードイヒラはあ、あーュ立ってるんかさすがにこのシュってるはちょっと厳しいかな。はい。 あと、ヒジコスマが一応ブラックタイド過去の2勝してますよってなんか情報を一応軽くもらったんで一応ゲッチュしておきましょう。外回りの浜中さんなんで。もしかしたらこのまま怖いかもしれないですね。ちょっと浜中さん乗るって情報私知らなかったんで。うん。ちょっと怖いね。京都マイルね、浜中さん帰って私も腐るほど言ってるんでね。診断記念だけですけど。はい。ちょっとこの舞台も怖いかな。去年も結局、えー、イちゃんミッキーアイル買ってるぐらいなんで、やっぱ京都外回りの仕掛けどこやっぱ分かってるのこの人なんでね。うん。 そう考えるともしかしたらこの必死コスマが面白いかもしれないですね。ちょっとすいません。ここ幅広げましたけど、また本チャンで紹介します。はい。次行きましょう。福島県ですね。うん。はい、どうでしょうか。ウィンブライト30、30に対抗位置を入れておきます。こっちのも戸崎さんですけど、まあまあ、もう東京もダメとしたらもう福島しか今見方ないんでね、戸崎さんね。はい。えー、エリザベス女王杯、はい、えー、案内なしなんで、もうわざわざここ来てるんで本気でしょうね。はい。東京も、 サボってこっち来てるんで。まあ本気でしょうね。はい。サンマルティ。まあ今まで戸崎さんの手だで理由もあるんですけど、ここ多分本気ですわね。はい。わかるんですけど、えー、戸崎さん今年やっぱ重症ね、脱合期にも負けたように勝ちきれないとこほぼ出てるんで今年。はい。ということでもう本命はね、え3、ー、歳馬、えー、インブライト、中山校舎は、えー、福島とリンクする説ね。はい。まあ、本命、も無難に3歳馬でいきましょう。はい。 ちょっとあと、ここ枠順次第ですね。打ち目欲しいんですけど。ちょっとウィンブライトはどうでしょうかうん、まあ、枠順次第です。はい。サンマルティも文句ないですね。はい。あと、ここの紐候補結構、本ん,んまで悩みそうですね。えー、前も言った通り枠順次第がほんま、ね、内枠が全てじゃないんですけど、ある程度枠順を考慮して入れたいんで。すいません、福島県内はちょっとこの糸だけに今んとこしておきます。えー、枠順関係なくこの馬って選べる馬がちょっといなかったんで、今んとこごめんなさい。 こちらはまたちょっと本ちゃんでいきますわ。はい。土曜日のボーンもちょっと気になるんでね。はい、ごめんなさい。えー、最後行きましょう。エリザベス女王杯。えー、こちら昨日ちょろっと言ったんですけど、えー、こちら印他変わってないんですけど、えー、対抗にディアドラを加えましたと。はい。えー、まあ、えー、この舞台ね、えー、3歳馬で、3歳馬成績悪くないっていうの出てます。うん、4歳でほとんど変わらん、えー、勝率残してます。うん。 まあ、それは超維持ですね。で、ええー、と、まあ、もう一個超維持として、えー、集賞の勝ち馬ですね。うん。こちらが、ちょっと贅沢間違ってたらごめんなさい。えー、過去10年ぐらいざっくり調べました。で、集華賞の、えー、勝ち馬に限っては、えー、頭で買ったんは、えー、名称万歩ぐらいですかね、最近。えー、す、ね、勝ち馬が、えー、一着。 えー、どう言ったね、週刊賞からの連覇っていうかな ?G1 連覇が、えー、名所万歩以来、しかもこれ4年ぶりで、しかも4頭目の快挙ってことで、これは珍しいことなんですけど、えー、太鼓ス三角ぐらいの印やったらね、えー、正直馬券からの見込みはね、ほぼほぼ、えー、熱いと思いますわ。うん。えー、過去十分に調べましたら、えー、G1 の勝ち馬が、勝ち馬の中でエリザベス女王杯出走した馬は、 えー、確かね、ざくっとごめんなさい。間違ったらごめんなさいなすけど、ないす。ごめんなさい、噛んだ。ごめんなさいなんですけど。なんと ?5、6頭ぐらい出てたんかなが、えー、多分ね、100%やったと思いますわ。馬券絡んでますわ。うん。やっぱり状態で、状態もありますし、えー、3歳馬の、えー、一応ラストの関門ってことで、この秋ですよね。 馬がね、一番充実してる時なんで、やっぱりオークス馬、オーカショー馬と違ってね、えー、まだ体の作りが万全じゃない馬と違って、ディアドラーは特に、えー、春先、まあオークスもいい,いい競馬してたんですけど、やっぱそれ以降ですよね、この札幌コバ相手に勝ったんと、うん。で、シオンステークスも、えー、ね、3歳相手、同世代だったんですけど、えー、外から強い競馬で勝ったと。外やったかな外やった気がする。で、 えー、それ考えるとちょっとね、えー、集賞もそのまま買ってるんで、やっぱりね、力つけてるのは間違いないですね。えー、正直、3歳の牝馬の中で、ソウルスターリングね、大荷賞馬で、お、ごめんなさい、オークス馬ですらね、今コバ相手に苦戦してるんですけど、えー、正直、ソウルスターリング、あるいはネールミノルですかね、あそこら辺と比べるとやっぱ伸び盛りがあったもやっぱね、週荷賞の力示した通おり好まいと思ってますわ、今。うん。やっぱり週荷賞で、 っっったってのやっぱ大きいいと思いますねうんで、まあ、ちょっと一個だけ不安というと、やっぱ集荷所雨で行われたバばだったんで、やっぱスタミナですよね。はい。えー、結構ここで消耗してね、ここポカしそうな感じはありそうなんですけどね。うん。やっぱ雨降った後頑張りすぎて、もうここダメですって可能性あるんですけど。 まあ、ディアドラだけやっぱどうしてもタフに見えてるんでね。えー、調教師の方もタフ言うとるんで、タフタフ言うてるんで。それ考えるとまだこのままもう一回走れるんちゃうかなと思ってます。はい。あ、すいません。これビブロスの話でした。ごめんなさい。ディアドラの話はあれすいません。ディアドラの話お願いします。えすいません。ディアドラの話。あ、これですかはい。ありがとうございます。 うーん、前半の位置取りが後ろだったもの,なので、前奏ね、出遅れたんでね、えー、それ考えると今回、スタートさえ決まれば、全然前より楽な競馬できると思ってます。はい。うーん、操縦性がいいってのと、えー、なんか、えー、これ、今更のコメントですけど、前奏は余力残しでしたって書いてますわ。ですから今回はもう少し絞っていきたいです。えー、もうちょっと絞るらしいです。えー、えー、非常にタフな競馬で、競馬が終わった後の消耗が少ないので、 うん、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 あ、非常にタフな馬ね。ごめんなさい。ババじゃないですね。はい。タフな馬なんで、消耗が少ないらしいです。うん、やっぱリス・グラッシュとね、モズカッチャンとかと比べると、やっぱこの馬が、やっぱり最有力かな。着順が全てじゃないんですけどね。うん。モズカッチャンはね、やっぱ前走やっぱデムちゃんのエスコートがでかかって、やっぱ上手く立ち回ったのもありますし、うん、あの競馬がこの2200延長されて、 デアのパフォーマンスがまあ、デモチャンスコートまたあるんですけど、うん、もう1回できるかっちゅうとね。ちょっと厳しいんじゃないかなと思って、前奏でも釣り残ってない感じしますね。うん、前奏が完全にベストなパフォーマンスやったんで、あれで3着やったらちょっと今回ね。うん、厳しいかなと思ってますね。うん、リスグラシーも悪くなかったんです。 はい、安城福永さん。えー、それも悪くないです。えー、人気、5、6番人気かなあの、福永さんは、買い、勝ってもいいんですけど。うん、リスグラシーもちょっとやっぱディアドラ、えー、ディアドラから刺されましたけど、やっぱモズカッちゃん捕まえくとに結構足使ってたんで。まあ、ディアドラもそれ考えたらね、結構足使ってるんですけどね、最後。うん。ただやっぱタフザから考えたこのままかな札幌2000、えー、中山2000、ここら辺、もう普通にこなせてますし。 うーん、ま、このままかな。4層目。頑張ってください。ちょっとね、他の者たちよりやっぱ一層多いですけどね。うん、どうしても夏使っちゃったんでね。うん、頑張ってください。もう一回だけ。もうここ頑張ったら、あと休養していいから。はい。安城ですね。岩戸さんってことで。うん、ここですよね、ポイントね、多分ね。屋根ですね。ルメちゃんがビブロス乗っちゃうんで。うん。ただ、まあね。まあ、ルメちゃんは確かに前走ファインプレーしたよ。え、うちらし通って最後外回して。うん。 あれはベストですけど、えー、やっぱ出遅れとかの部分もあったし、それ考えるとやっぱね、それまで外回して強いけばして岩田さんが乗ってくれるんでね。で、えー、岩田さんらしくなく外回して2回買ってると。で、今回レベーシ上杯、えー、岩田さんならね、この外回して買った実績と、プラス、えー、いつもの岩田さん、えインコース好きですね。はい。うじづいてね、全然外回りなんで、あれ、うちらち結構ぽっかり相手することあるんで、岩田さんならね、チャンスあると思ってますさ。うん。 ね。確か、オークスの時も落ち着いて4着やったはずなんで、これもびっくりしたね。ああ、なのとこかついてくる面白いなと思ってね。うん。それ考えると、周華賞でも全然うまく立ち回るならうまく岩田さんかなと思って。えぇ、ー、外と隙ー,ーもね、えー、できますし。うん、できて、できたしね、実際。はい。ちょっとおもろいなと思って。ただやっぱ、本命はビブロスですね。どっちか。ちゅうとね、はすがね。うん。この馬はもうしゃーないよ。ルメちゃん乗ってるしね。もう本気でしょうね。はい。 こんなもんすかね。ミッキークイーンがちょっとね、1個下げたんがやっぱ、えー、怪我の影響ですね。人体ケアっだけなんかちょっとやら,られ、痛めてるよね。そこだけがちょっと不安かなと思って。はい。あとはクイーンズリング1回かちょっとまた印決めたいと思います。はい。ディアドラね。えー、G1 の時ちょ、ちょろっと言ってますけどね、大舞台、G1 の大舞台になったら、えー、スペシャルウェイクの地位がね、いいですよという独断と偏見のデータ。はい。 母・父・父にね、スペシャルウィーク持ってるんで。はい。えー、言うたら母親がシーザリオとかですね。リオン・ディーズ、えー、あるいは、えー、エピファネイアもか、ね。あそこら辺やね。あと、クラリティ・スカイとかですね。えー、結構スペシャルウィーク系、東宝ジャッカルとかね。あれ、脂肪は謀ですけど。うん。そうですね。特に母・父・スペシャルウィークっていうのが、えー、意外と数が多いんで。 ね、父親スペシャルウィーク、主母はスペシャルウィークがね、なかなか G1 出る舞台って少ないんですけど、母、父のスペシャルウィークやったらね、まだまだ、えー、うん、トータルしたらやっぱ出る機会が、えー、主母,母より多いと思うんで、うん、ここやっぱ注目ですわ。もう G1 前速を示してもうてるんでね、大舞台やっぱ落ち着きがあって強いっていうのね、うん やっぱり落ち着きはありますね。まあ、ちょっとリオンディーズとかはね、ちょっとやっぱシーザリオの、どっちかでいうとシーザリオの違いがちょっと濃かったんで、気象荒かったですけどね、ピアネとかね。うん。それ考えると、通の、シンプルに他の母チチスペシャルウィークは、えー、まだありやと思ってます。ちょっと代表母が他にちょっと出てこない。ちょっと今、頭ポカンなんですけど。はい。よろしくお願いします。す,すいません、ちょっと長々とほんまに、えー、リアルで考えましたけど、今、リアルタイムでね。はい、ごめんなさい。えー、また、本ちゃんが結局また明日か。えー、明日か。明日やな。明日にデイリーと。 武蔵のか大変や。はい。ごめんなさい。明日もちょっと、えー、夜遅なると思うんですね。明日も遅なるなら、この時間下手しになるかもしれないけど、またよろしくお願いします。また雨も降るかもしれない夜の予備。はい。またそれ込みで考えさせてもらいます。はい。すいません。今日のかなかと、以上で事後調査を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。